はい、撮影終わりました。いやー集中した、偉いぞ。お腹空いてるんですけれども、今11時20分、これから12時からね、東中野でお客様がやっている整体に行ってきます。なのでご飯を食べずにね、そのまま直行したいと思います。結構タイトな一日だな。で、整体が終わったらご飯食べて、で、アントマンを見たいのよ、私。アントマンを見なきゃいけないので、アントマンを見て、その後ね、西荻窪にあるオルガンというね、結構有名なご飯屋さんに行きます。さあ、東中野到着です。全然来ない駅なのでちょっと分かりませんが、古着屋さんがある。はい、からさあ到着しました、日の出接骨院。行っていきます。いやー、めちゃくちゃ気持ちよかったっすね。先生どうもありがとうございました。やっぱたまにはね、こうやって自分の体ケアしないとダメですね。35年分の凝り固まりが解きほぐされました。さて、お腹が減ったので気になるラーメン屋さんを見つけました。きなり濃い口醤油。あ、これすごいね。鶏白湯20食売り切れてます。行ってきます。麺どころきなり。いやー、めちゃくちゃ美味しかったなーラーメン。最近ああいうね、ちょっと優しい系の林田さんみたいなね、ラーメン結構あるよね。鴨肉とかチャーシューもね、ちょっとこう薄味で柔らかめにしてるみたいな、結構好きです、僕。お腹も満たされたので、ちょっと新宿に戻ってこれからアントマンを見てきます。でね、6時には西荻窪のオルガンというね、ご飯屋さん行けなきゃいけないので、映画終わったら結構もうすぐ行かなきゃですね。さあ、東方シネマ到着しました。ありましたね、アントマン&ワスプ、クアントマニア、アベンジャーズへと続くマーベルスタジオ最新作。アベンジャーズへと続くってのが気になるね。今日はね、バター醤油ポップコーンにしました。 IMAX めちゃくちゃ楽しんだぜ。いやー、アントマンめちゃめちゃ面白かったっすね。アベンジャーズへ続くね、なんか序章と言ったらいいんでしょうか。この先がね、ワクワクしますね。いやー、どんな展開になっていくのか、めちゃめちゃ楽しいです。っていうかね、もうなんか量子世界という謎の世界観なんで、ちょっとね、うるさいですね。量子世界っていう謎の世界なので、世界観がね、ちょっとこう入ってきづらい設定ではあるんですけれども、まあスターウォーズみたいな感じですかね。うん、スターウォーズでした今回は。いや、面白かった。今日これからね、行く西荻窪のオルガンはね、もうめちゃくちゃ人気の予約の取れないビストロなんですけれども、今回はね、彼女の誕生日の前祝いということで、ちょっとコースメニューを選んでいます。ビストロとね、あとナチュールワイン、美味しいねワインが飲めますので、楽しみにしております。西荻着きました。さあ、オルガンに到着いたしました。とっても賑わってますね。すごい、もっと暗くてディープな雰囲気かと思ったら、結構店内明るくていい感じですね。本日のメニューの中で苦手な食材です。アレルギー反応の食材です。
わいいな。山口県産ブリのスモークマリネ、こちらわさび菜北海道産マダラの白子のムニエルとロックフォールとパセリおしゃれですな。メダイのポワレ、白菜と生ハムのミルフィーユ、あったかいですね、美味しそう。いやー、ご飯美味しかったな。とってもいい夜になりました。今日はね、そんな飲みすぎずに帰ってきたんですけど、今日ね、寒いね。昨日がね、春一番みたいなあったかさで、スウェットにライダースで出かけて全然大丈夫だったんだけど、今日めちゃくちゃ寒いね。しかもね、この後お風呂使って、明日からね、また仕事なんで頑張っていきたいと思います。家帰ってくるとね、決まってこうやってね、トイレ行くんだよね。でずっとね、壁をこう掘ってんだけど、これ何なんですかね。ということで、今日はね、もう、明日に備えてゆっくりしたいと思います。それでは、さよなら。